現状に対する見解は、陸上の日本選手権初日、27日、新潟、レンカビックスワンスタジアム、女子1500メートル予選は、津山港2年のドルーリーシュエリが4分16秒69で1組6位に入り、28日の決勝に進出した。一躍脚光を浴び、盗撮被害に苦しむ時期もあったが、順調に成長。 代理人を務める作家ともし弁護士がドルーリーの勇気ある告白がもたらした変化と今後の課題を明かした。写真、決勝進出を決めたドルーリー、計算通りのレース運びだった。予選1組で登場したドルーリーは、序盤から儚な走りを見せ、決勝進出圏内の組6位を最後までキープした。最後は予選落ちとなる7位との差を見極めながら、余裕を持ってフィニッシュ。 予選からしっかり6番以内に気持ちよく入ることを目標にしていた。しっかり決勝に残れてよかった。調子が良いので、明日に繋がる走りができたかなと思うと充実の表情を浮かべた。ドルーリーは岡山、各山中3年時に出場した全国都道府県対抗女子駅伝の3区、3キロ、で区間新記録、9分2秒、を受立。しかし、その後の大会は過熱する盗撮に、 とても不安を感じたと欠場を余儀なくされたこともあった。それでも、社会に問題提起をしたことで、加熱報道や一部ファンの迷惑行為は減ったという。作家弁護士は、あの頃と比べると今は非常に落ち着いている。私だけじゃなくて、高校の陸上部の先生方や大会を運営なさっている先生方、大会関係者の方々のご尽力の賜物だと思うと感謝した。とはいえ、 課題も山積みだ。陸上に関する動画は YouTube などに多く上がっているがあんまり言いたくないけどちょっとこれは陸上じゃなくて性的な画だなと思えるものもあると指摘。その上でやっぱり空気抵抗なども考えると競技時は肌を露出した状態じゃないですか。スタンドから遠いかもしれないですけど高性能のカメラとかで性的な画を撮られてしまうと 優秀な人材がなかなか大会とかに出にくくなる面もあるのではと懸念を口にした。福岡県は今春に性暴力根絶条例を改正。全国で初めてアスリートの盗撮は性暴力との見解を示した。しかし、まだ全国には浸透していない。作家弁護士は国会では盗撮の法律ができた時にアスリートが対象にならなかった。 女性もスポーツに集中できる環境づくりという意味では、やっぱり法律面の整備は足りないと思いますと分析しつつ、ドルーリーさんの例を一つのモデルにして、法律家に関して声を上げてもいいのではと訴えた。競技外の問題をクリアにし、スポーツに集中できる環境整備が今の日本社会に求められている。